トヨタはいかなる状況、いかなるニーズにも対応し、多様な選択肢をご提供したいと思っております。どれを選ぶか、それを決めるのは私たちではなくお客様です。数ある工業製品の中で愛がつく工業製品って自動車なんですよ。愛車と言ってもらうことは、自然とそう呼んでいただいてるっていうのは、エモーショナルな関係が車と人にはあるんじゃないのかなと思います。だからこそトヨタは世界中のお客様にできるだけ多くの選択肢を準備したいと考えております。まさにこのプロジェクトを携わせていただけるきっかけをいただいて、やっぱりみんなこれから先こうカーボンニュートラルっていう時代を迎える中で、そもそも自分たちが慣れ親しんだその車っていうものの価値をこうどう未来に残していくのかっていうのは、やっぱり不安に思ってたり、その車の良さみたいなことを残したまんまこうカーボンニュートラルの世界とこうつながっていけるっていう、そういうきっかけになるような、そういう車の位置づけになるんじゃないかなというふうに思ってます。我々がやれることっていうのは、いろいろな選択肢を増やしていくこと。今まではそのハイブリッドメインでやってきました。でこれからはバッテリー EV もプラグインハイブリッドも水素エンジン もう全部本気、もう全部本気でやって、その各地域の山の登り方に合わせた選択肢をお客様に選んでいただく、そういうミッションを受けて我々取り組んでおります。水素は今スーパー耐久でですね、 GR カローラを使ってエンジンを鍛えたり走りを鍛えたり、水素は、僕の開発してる車両になります。そして、ベブに関しても実はレクサス RG の開発を、携わってます。電気を使った走りの良さっていうところをレクサスで実現してます。2030年にガソリンエンジンが作れなくなってしまいます。そういうところで今走れてる車も未来どういう風になっていくかがまだ不明なので、そういうところはすごくね、こう難しいというか、未来に対しての不安があります。最初はですね、マジかと思いました。スーパー耐久で水素エンジンやってきてるんですけど、まさかこの旧車の保有にまで手を入れると、やっぱりそこは豊田社長の保有者にもカーボンニュートラルという熱い思いを受けてですね、もう僕らこれはやるぞということでチーム一丸となってやってきました。一番のコンセプトはですね、既存の技術を極力流用する、新しい技術を開発するのではなくて、ありものをうまく使う、それが一番のその、まあ、プラクティカルな開発だと思っております。今まで未来の開発ですとか、スーパー耐久でやってきたその水素エンジンの取り組みですとか、そういったものを極力活かしながらやるというコンセプトでやっております。車を運転することを楽しむ、そういうところに対してですね、やはり選択肢があった方がいいであろうということで、我々水素エンジンの技術に取り組んでおります。今回のコンセプトを表現するために、お客様に長く愛されている車、その代表例として AE86、 この車を選びました。まずは車体をきれいにするためにですね、内装外装板金塗装ですね、この辺をきれいにするところから取り掛かっております。3D モデルが全盛期の中で、 3D モデルがないというところ、そういった中で一発で決めないといけないというのが非常に大きな課題でした。愛されたエンジンの情報をもとに、いろんなことをですね、調べたり、いろんな方の車を見させていただいたりですね、もう最後は車1台丸ごと 3D スキャンをする。昔だったらちょっと難しかったと思うんですけど、最新のものをその古いものにつけるっていうことも今となっては可能っていうのがあって、まあ、その時代の流れに乗ったっていうところもあると思いますけど、ね、今回回しているエンジンがですね、もう私がそれこそ小学校に入る前くらいに、世の中に出たエンジンと
ということで、まあ、自分もあの知らないことが非常にたくさんあったと、先人たちがまあ築いてきた技術といったところを改めてまあ学び直して、で G16E などで得ましたまあ水素燃焼の知見を古い機械式のものにうまく応用してまあ回していくと、まあ、いったところがまあ今回のまあ醍醐味の一つかなというふうに思っております。今回の作業はエキゾーストパイプとマフラーの溶接組み付け工程になります。従来のエンジンを搭載することもあり、当時の排気管を再現しつつ、弊社の排気管技術を活用した水素エンジンに適合した、またあの水素タンク搭載に合った配管製作を担当させていただいております。水素エンジン車は電気自動車や燃料電池車に比べて従来の内燃機関の技術を生かすことができ、またものづくり技術も生かすことができ、このプロジェクトを通して水素エンジン車がより発展していくことを期待しております。水素エンジンはやはりそのアクセルのレスポンスがすごく素晴らしいエンジンなので、あのこういったライトウェイトスポーツで例えばパイロンターンのようなアクセルをオンオフしながら走っていくようなところですごく楽しい運転ができるような車になるんじゃないかなというふうに思ってます。今回は、実は車自体のその板金だとか骨格みたいなことは一切いじらずに、いわゆるパワートレインのユニットをごそっとその電動化のユニットにこう乗せ替えたっていうだけなんですね。でこれある意味何かっていうと、パワートレインをこう乗せ替えれば A86 みたいな車がバッテリー EV っていうそのカーボンニュートラルにつながるような技術になって、車として未来にこう残っていけると。いや正直ですね、おーと思いましたね。実は個人的にもですね、以前あの A86 持ってまして、走る楽しさっていうのはすごく理解してますし、でその中にですね、新しく BEV というレスポンスのいいシステムを載せるということで、どんなにあの走る楽しさ、楽しい車ができるんだろうなということで、あのワクワクしたというのが正直なところです。新明工業では A86 という皆様に愛された車を改めてきれいにしてユニットを BEV 化する一連の作業に携わっております。A86 の乗り味ですとか持ち味を生かしたままどうベブ化していくかっていうところは難しいポイントでした。やはりあの電池を積めば積むほど距離が伸びていいっていうのが一般的なセオリーなんですけど、やっぱりこの車の良さって軽さだよねというところで、もう最低限に絞り込んであげて、まあ、ある意味利便性を少し殺してでも楽しさに振っているというのも大きな違いかと思います。エンジンの代わりにモーター乗せます。でモーターの良さっていうのがやっぱりレスポンスの良さ、アクセルの付きの良さだと思うので、ベブらしい86、もっと面白い86ができるんじゃないかっていうのを実際に設計の皆さんと対話しながらやってて、で86の良さを残して、でベブの良さを出して、面白い車ができると今僕は思っています。かなり前から我々レクサスはそのバッテリー EV なんだけど、それをこう自分の五感に合わせて操作をするっていう、それがまさに A86 みたいな車をこう操る喜びとものすごくマッチしていて、もうだったらそのままあのトランスミッションを残してバッテリー EV にコンバートしてみたら一体どんな車になるのかなっていうことを、まさにあのこの車で今あのトライをしてるっていう、あのそういうあの車の位置づけになります。今回びっくりするような車ができちゃいました。レヴィンの方はベブです。すごくね、
今見た感じ綺麗だし、こんなスムーズに乗ってるんだなっていうのがまずベブの印象です。すごい、スイッチ類は僕の車より綺麗なんですよこれ悔しいなその何でもかんでも新しいものとかじゃなくて、やっぱ今あるものをこういかに利用するのかとか、はい、トヨタ自動車がこんなやる会社になったんですね。すごい。でトレノの方がなんと水素で、動いてる、こんな86ができちゃいました。もう見るからにノーマル、これが水素で動いてるっていうのをよく見ないと分かんないと思います。ちゃんと綺麗に開く姿がもうかっこいいですよね。これも作ったんですよね。そうです、ですよね、はい、これすごい水槽ご試食すごい。みんな現場も目輝かず本当に楽しそうに。いやこれ楽しいですよね作るのは。では早速水槽から乗ってみたいと思います。まずねこのねアクセルの突きみたいなのはねガソリンとねほぼ変わらないんだよね。アクセルを踏んだ瞬間のレスポンス、これはね本当にねびっくりするぐらい違いがない。しかもねこの音聞いてくださいよ、この振動感とね、これがねガソリンとねほぼ変わらないんだよね。この既存の 4AG の何年前なんだろうね、もう俺が子供の頃からあるからその時のエンジンに水素を入れてこうやって走れるってすごくないかな。これ俺は本当にこれすごいと思うんだよね。この水素は本当にね夢だったりね僕らの希望をこうしっかり未来に対して繋げてくれる新しい燃料だと僕は思ってます。もうね水素っていうのが分からないような乗り味です。これ S 帯でもそうだったんですけれども、多分普通にポンって乗ると水素かガソリンか分かんないんですよ。ただちょっとね今パワーが物足りないんで、生まれたばっかりの車なんでこれはしょうがないんで、どん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 良くなっていくはずです。はい、じゃあ次は、ベブの86レビンに乗ってみたいと思います。加速する。すごいわこれ。なんかね、本当にこれノーマルの 4AG を操ってる感じ。もう少しパワー欲しいねみたいな。でもね、4AG よりトルクがすごい。外はもちろん音してないんだよね。車の中はねエンジン音がめちゃくちゃするんですよ。不思議。なので乗ってる感じはね本当にね86のスポーツマフラーを入れてる車乗ってるみたい。パワーの出方がノーマルの 4AG を乗ってる感じ。
くて、モーター自体も重いんですけど、後ろにバッテリー積んでるから重量バランスがね、多分ねきっとねノーマルの86のような感じなんだろうなっていう。面白い、すごい。ちゃんとスピンもするんだよこれ。あのね、やりすぎちゃったいつもの悪い癖でかっこよくやってやろうと思ってスピンするパターンですよ、はい、そういうところも車の操る楽しさがこの車にはあるのですごく面白い。2台、AE86 乗ったんですが、この古い車をですね、今の技術を使って楽しさをそのままに復活させてる、こういうところが古い車のオーナーだったり僕ら車好きに対してトヨタが残してくれてる選択肢なのかなと思います。将来的に本当に楽しみな2台です。こういう車がそのベブっていうものでコンバートできて、こう未来に残していける、こういうのがあのいろんな場であの実際に乗って体感できて、あ、こんな車作りができるんだったらカーボンニュートラルだとか電動化も捨てたもんじゃないんだなっていう、あのそういう場作りをこれからどん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 、あのそういう活動に皆さんと一緒にこうつなげられていけばいいなというふうに思います。森蔵さんも常日頃からですね、カーボンニュートラルは全産業全国民で取り組むんだということをおっしゃってます。でそういった意味では我々トヨタの中だけではカーボンニュートラルの車というのは作れません。なのでその550万人の仲間の皆様と一緒にカーボンニュートラルに向けてファントゥードライブの、あの高級化ということに向けて取り組んでいきたいなというふうに思っております。